まとめ、覚醒の久保建英さんラリーガのベストイレブン獲得しすぎて本当の世界的スターになってしまう。レアルソシエダ加入1年目の久保建英さん、今季は公式戦42試合に出場、9ゴール6アシストを記録。マンオブザマッチもラリーガ最多の9回選出。ラリーガの今シーズンのベストイレブンに選出されすぎたので、わかりやすく写真付きで紹介します。アスレチックに選ばれるのはすごすぎるよ。それとこのメンバーに入ってるのはもう異次元だよね。オクタスも、これで2つ目ね。まだまだ続きます。3つ目だわね。なんかメンバーに慣れてきたよ。すごすぎるわよ、久保さん。4個目だね。チームメイトのメリーノさんも選出されたわね。前線の4人は、ほぼ変わらずだね。このメンバーと肩を並べるとか理解できないよ。5つ目。わあ、スピメンジさんもいるわね。世界の久保さんになってるの確定だわね。もう言葉すら出ない。これで何個目だろう？丸川惜しくもシルバーイレブンだったぜ。ゴールドにはデイガさんが入ったんだけど、最終節の活躍がなかったら、おそらく久保さんがゴールドイレブンに入ってたと思うわ。って、仲良しイガーメンさん選出は、なんか嬉しい気もするわね。久保さんすごすぎる。まあ、こんな感じで選出されすぎてるわけで、まだ発表待ちのところもあるから、まだまだ増えるかもしれないね。来季はチャンピオンズリーグもあるので、楽しみがさらに増えそうだね。ベストイレブン、どこよりも見やすかったと思ったら、フォローお願いします。